えー、ユーパーはですね、この村の中を言葉もなくずっと探索して、で、えー、ある家に入ります。ある家といってもですね、家の前にですね、その扉の前に大きい飾り付けがあるので、ああ、ちょっと偉い人の家なんだなっていうのがわかるんですね。で、この家の中に入って、ユーパーが部屋の中を見回すと、真っ暗な一番奥ですね。一番奥の部屋の中もすべて菌類に覆われてるんですけども、一番奥にですね、 えー、バッとこういうふうなものが見えるんですね。で、これもですね、その、ちょっと初見ではわかりにくいんですけども、ドクロですね、人の死体、ミイラ化した、ドクロじゃないですミイラ化した死体で、よくよく見ると頭に冠を被ってると。え、つまり、まあやっぱ冠が被ってるから、これが王族だっていうのがわかるんですね。で、えー、一番立派な建物を目指して、 ドアを蹴破って中に入って、で、その一番部屋の奥にですね、冠冠被ってる男が死んでいると、あ、もうこれはこの村の長、おそらく王様か村長か族長のような人までも死んでしまったというのがわかる。で、この下にですね、一回り小さいミイラ化した白骨、で、これもお揃いのですね、小ぶりの冠を被ってます。ということはこれはですね、 奥さんか子供だというのがわかるんですね。えー、つまりですね、あの、同じ冠を被った小柄な白骨を抱きしめたまま死んでいると。おそらくその虫が侵入するのが怖くて、抱き合ったまま、えー、胞子の毒ですね、小気というもので窒息死したんだろうと。 これはもう奥さんかもわかんないし、子供かもわかんないですね。そういう王族同士が、もう本当に自分たちが作った家の一番立派な部屋のですね、一番隅の隅で抱き合ったまま死んだっていうのが、一瞬でわかる絵面になってるんですよ。で、これを見た時のですね、ユパもですねもう、もう本当に無言のままなんですけども、もうこれで生き残りの人が一人もいないというふうに思って、また村が一つ死んだっていうふうに言うんですね。